皆さんこんにちは。ようこそ団蔵の休日。今回は東京鶴川にあります北中45レコードにお邪魔してみました。すごいですね。いやいや、不定期の土曜日だけ営業するそうですよ、うん、井上陽水断絶なんですか。岡崎由紀すごいですね。北中45レコード、はい、北中さんです。こんにちは。こんにちは、うん、ようこそ。ようこそ。どうですか、ダブオンレコードおすすめの今これです。そうですね、珍しいというか、うん、ここにいることすら珍しい。たどり着けたことはないですけどね。あ、そう、ちゃんと営業してるの、土曜日の、はい、はい、1時 5時ぐらいまでやってますけど、はい、うん、まあ休みます。結構、はい、休んでます。はい、はい、通販もやってるんですね。そうですね、駆け売りで全国ね、いろいろ行けたらいいですね。そういうのも面白いですよね。ね、うん、はい、ぜひ札幌にも、はい、いや、いるんですよ、一人。バンで、車のミニバンって言って、いわゆる軽トラで、軽バンで、うん、レコードやったやつもいるんで、逗子とかあの辺で、そこをベースにして日本全国歩いてますね。そういう面白い、はい、そういう方もいるんで、そういうのと、はい、紹介できたらいいなと思いますね。まあ、とりあえず鶴川ってちょっと偏僻なとこですけど、はい、駐車場もあるんで。なるほど、はい、駐車場もある。そこがミソだと思いますよ、はい、実際プレイヤーでかけて。そうですね、空いてるものであれば、はい、空いてないものはやっぱりそれが好きで買う人もいるんで。なるほど、はい、僕はそれが醍醐味だと思ってるんですけどね、レコードの。なるほど、はい、特にアメリカとかジャマイカとかでプレスしてるものは、うん、ね、その空気がプレスされるわけですから。なるほど、はい、そうですか、はい、ここにあるドーナツ版、はい、これは通称何インチっていうの。7インチ。7インチですよ皆さん。日本だと17センチじゃないですか。うん、7インチ、うん、17センチ、はい、はい、これ30センチ、うん、で、あそこのちっちゃいの25センチ、10インチ、はあ、はい、今度、札幌7月16日の日曜日、デイベントでラガーキャンプ、はい、やっぱこのサウンドシステム、ちょっと早く聞きたいですよね、うん、ね、野外でね、ね、楽しんでくださいよ、はい、ラガーキャンプ、ラガーキャンプ、うん、どうです、パイセス、うん、このデザイン、デザインいいと思いますよ。バンケイフェス2023、このフライヤーがね、彼だと思いますよ、はい、いいと思いますよ、彼という方はパイセスってこと。そうですね、うん、なるほど、よく分かってる、はい、札幌2023年7月16日日曜日、ね、時間帯もいいじゃないですか、12時18時、うん、はい、パパドラゴン、いいじゃないですか。皆さん東京の方たちで、ちょっと説明してよ。ネギティオテイスキーテイスティディスコ、テイスティだね。パパドラゴンは SP、 はい、 SP、 ね、でトップドッグはファントム、うん、回しレコーズがサンド出してね、うん、すごいじゃないですか、地元で。そう、これは、うん、なんでも関東の方でラガーキャンプやってるわけね。そのイン東あのイン札幌みたいな感じ、イン札幌なんで、うん、この彼ら東京クルーが来てくれるというので、すごいじゃないですか。サンド回しが出しますよ、フードと8度、もう皆さん往年のあれから今バリバリやってる方だから、はい、ねえ、みんなさん今ビンビン動いてるんじゃないですか、はい、東京でも確かパパドラゴンさんっていうのはあれだと思いますよ、うん、池上レゲエバーやってるはずですよ、東京池上だと思いますよ。ああ、大田区だ、大田区ですかね、はい、池
確かそうですよ。本町皆さんやってるんじゃないかな、そこで。ああ、なるほどね。うん、トップトップ。確かそれやってますよ。いや、この間寿くん、うん、それこそあれでしょ、ネギティのテイスティーテイスティーディスコ、うん、この間札幌来てサウンドチェック、おお、来てたのね。うん、あのマウシレコードの、はいはいはい、スピーカー、スピーカーでこれですかね、うん、そう、それの調整は、うん、寿が、寿くんが、そうやってて、はい、いや、もうそしたら今の一番トップな、うん、サウンドなんじゃないですか、の音を出す、はい、セッティングをしたんじゃないですか、うん、うん、彼は今はあの設計図を書くんだよね。そうだよね、うん、だからそれで結構あの呼ばれて、そう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 、はい、それがやっぱりこう世界で認められてる音を出すということで、うん、ヨーロッパからマイアミまで行ってる人なんで。なるほど、はい、さすがですね、はい、北中45ブレイク。何言ってんすか、ぜひ参加ね、したいとこですよね。うん、あ、そうなの、いい、ぜひぜひ。いや、参加したいとこじゃないですか、はい、やっぱラガで、うん、夏はラガなサウンドでキャンプ、サマーキャンプフェス、まあ、音を聞いてみたいですね、回しで。まあ、そう、それで野外でね、うん、はい、まあ、ちょっと楽しみですね、はい、うん、ね、ラガキャンプ、いや、もう札幌の近くの人は絶対来るべきですね。皆さんいいトップ DJ たちなんで、はい、トップセレクターですよ、北中45レコード北中さんでした。間違いなし、はい、トップトップ、ね、皆さん札幌の夏7月16日日曜日はラガキャンプ、東京からテイスティディスコ、そう、 SP クルー、そう、はい、皆さん、あとファントムもね、忘れずに、ね、うん、はい、ファントムは一押しですよ。なるほど、トップドッグ、うん、ファントムは一押し、ノネギティもだけどファントムは横浜のサウンドなんで。なるほど、はい、ということでね、フライヤーゲットして、はい、ぜひ7月16日ラガキャンプで皆さん会いましょう、はい、で皆さんいかがだったでしょうか。ここ東京鶴川には北中45レコード、まあかなりアンダーグラウンドなレコード屋さん、かなりね、ここはなかなかって言っちゃっていいんでしょう、うん、ここはレコードの宝箱。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。